ソロ競技のクイックステップです。エントリーナンバー2番、家住直樹、家住智美。決勝では5種目を踊ります。まず最初は一組ずつが踊るソロ競技ですね。はい、そうです。決勝進出者全員が最初の種目で19小節半、規定の同じステップを一組ずつ踊るので、各選手の個性や特徴、そして正確性を見ることができます。このクイックステップ、どんな特徴のあるダンスなんですか？そうですね、曲が軽快で速いので、踊りもスピード感をキープしながら複雑なステップをこなしていくのが難しいところです。さて一組目、このカップルの特徴は？はい、他の、国内の大会では常にファイナル入りをしている家住組ですが、このようなインターナショナルな大会では初めてのファイナル入りです。リズミカルで軽快なダンスがこのカップルの売りです。嬉しさいっぱいといった感じではつらつと踊ってますね。それではじっくりと見ていきましょう。